はい、皆さんこんばんは。今日はですね、愛機の可能性について、岡本先生が愛機を使ってこんなことができたっていうことの話をちょっと簡単にしてみようかなと思います。僕に直接かけたこととか、あと友達にかけたのを見たこと、またもしくは友達から聞いた話などいろいろ含めて話していこうかなと思います。こんなことまで愛機はできるっていうね、そういう未来の指針といいますかね、僕もまだそこまでできないことがいっぱいありますので、当然うぬぼれてられないで日々修行していかなきゃなと思ってるんですけども、あと一般的な動画で紹介しているようなので空中合気とか、あといわゆる山盛りですかね。空中合気は1回だけ、山盛り連動は何回も経験したかな。山盛りも何回も経験しましたね。一番下になったことは2回だけで、本当初めて山盛りになって一番下になった時は本当武道やってて初めて死ぬって思いましたね。胸部が圧迫されてですね、息できなくなるんですよ。あれ、ほんときついんですよね。口は開いてるのに窒息しそうなんですよ。息が結構かかってるっていうのもあるんですけども、結構もう下の方になってくると、息かかってるとかあんまり関係ないんですよね。もう上に飛んで、こっちはもうなんか身動き取れない体勢になってて、さらにその上に5人も6人も人を乗ってきますから、もう全く動けなくなりますね。本当に普通に物理的に動けなくなります。そんな中でね、こう山盛りになってされて胸部も圧迫されるわけですから、本当に息ができなくなるんですよ。あれは結構きつかったです。なんかね、すごい技いくつかやっぱりあるんですけど、こう空中合気 で固められた時は、空中合気を体験した時はたまたま僕足を持ってたので外れたんです。倒れた後はみんながんじがらめにならなかったんですけど、がんじがらめにならずに立ってたら、その岡本先生が座ってて、足の親指掴んでみんなっつって言って、足の親指でバコーンなんてその後投げられて、足の指でクッてやって固められて、エビ反りになって、逃げた後も結局、みんなの仲間入りみたいな感じにはあの時なりましたね。で、先生がやってすごいって思うのは、まず愛機をかけた時のかけられた人間の持続力がやっぱり半端じゃないんですね。僕まあそこまではまだまだ持続はさせられないです。例えばこんなことが一回やって、岡本先生がよくある触れ合い機でふーってやって、愛機で固めるわけですよね。よくあるよく見る光景ですよね、これ。それでお弟子さんの人に、おいでおいでおいでっつって言って、このお弟子さんにこう代わりに触らせるんですよ。先生横で見てて、もうお弟子さんがやって、まるでそのお弟子さんが岡本先生の頭みたいにこうやってやってるんですよ。そうするとね、何が起きるかっていうとね、最初はね、ってかけてたつもりだった。だん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 その人もね、かけてた方からどん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 愛機かけられてってですね、最終的に、なんて言ってね、こうそのままグーって二人で絡んで、二人とも最終的に動けなくなっちゃうなんていうことがありましたね。つまり、かけた相手を愛機かけて硬直させた状態で別の人間触らせて放置しておくと、後でから来た人も愛機かかって一緒になって硬直しちゃうなんていうことがありました。あれを見た時もすごいなって思いましたね。その持続力っていうのが半端じゃないですね。ちょっとまだそこまでの境地にはまだ達してないので、まだ気づいてない奥義があるのか、今まだそこまでただ単に技の熟練度が低いだけなのか、ちょっとまだ分かんないんですけども、なんかそういうこともやってましたね。当然こう視線を使って投げるなんていうのをさらに強烈なこともやってましたけど、ちょっとそれはちょっとあれかな。後でまた話そうかな。あと、例えばですね、僕なんかは不意打ちで何発かは殴りに行って全部合気でかけられたことがありますね。触れ合気の動画でも何回か説明してますけど、なんかたまに先生、たまたまなんかその時先生がノリノリになって、好きなようにかかってこいっていうのですから、じゃあ好きなように行ってやるみたいな感じでこう、バーンってこう、フックを打つとして、
体幹変えて軌道アッパーに変えていった時にパーンってフレア駅で取られてバーってやられたことなんですけど、まあ、その時にね、あ、フレア駅ってこういう風に使うもんだって、本来打撃に対して使うはずなんだななんていうのを受けたことがありますね。で、それと同じような話をやっぱりアメリカのオレオンの支部の人間が言ってて、いや俺もやられたよって言ってね、先生、その友達はプロのライセンス、アメリカでプロのライセンス持ったキックボクサーなんですけど、身長は結構2メートルぐらいある人なんですけど、それが、いや俺もね、思いっきりね、不意打ちでね、殴りに行ったんだって言って、そしたらパーンってね、フレア駅で弾かれてバーって吹っ飛ばされてね、ここに3本の指のあざできたんだよって嬉しそうに語ってたこともありましたね。あの先生ね、あの冬打ちで襲うときはね、受け身相当自信持ってやらないと結構怖いです。何されるか分かんないのと、先生も何するか分かんないので、結構他の支部でも冬打ちで後ろから襲っていった人間が先生突発的に思いっきり技投げちゃって相手かけて投げちゃって大怪我したなんて話も聞いたことない。まあそれはもう襲った方が悪いと思うんですけど、まあ、先生もやっぱりね、後ろからとかで突然襲われちゃうとなかなか加減ができなかったみたいですね。やっぱこう、不意打ちで結構殴りってくっていうところでもね、結構、とっさに反応してるのはやっぱすごいなと思いますね。アメリカのハードなんかも、岡本先生のに入門する際に、道場稽古見学に行って、で、エレベーターの中で、エレベーターの前に先生が待ってる時に、先生、入門する前にどうしても一つだけ確認したいことがありますって言った瞬間に、パーンって殴りに行ったんです。そしたら、またバーンって、相手で投げ飛ばされて、この先生本物だって言って、入会してましたね。アメリカ人そういうの好きですよね。こんなエピソードもありますね。そのハワードの道場で、休憩中に道場の中でみんなであぐらかいてエンジン組んで、食べ物食べながら談笑してる時に、先生のちょ隣ぐらいにいた人間が立ち上がって目の前からいきなり不意打ちで画面ガーンって蹴ったらしいんですよ。それをなんか何事もなかったにスッて避けて、バッて足に合いかけてガーッて水にして、もう動けなくして固めて、でもそれを肘立てみたいにこうやっておいて、まあ何事もなかったように談笑したりとか、なんかもうそのかけた方はもう全然動けなくなっちゃって、周りの人間がそろそろ勘弁してあげてくださいって言われて、あ、忘れてたみたいな感じでやったりとか、もう冬打ちで打撃できても全然何事もなかったようになんか対応してたみたいですね。先生もイメトレはするなんて言ってましたけど、いろんなで歩いてる時になんかそういうとっさに殴られてきた時にどうしようなんていうのもいろいろ頭の中では考えてたんじゃないかななんて思いますね。あとこんなエピソードもありますね。ハワードがアメリカのニューヨークに行った時に、まあみんな仕事してて昼相手できなかったので、友達に美術館先生見たいっていうので美術館に連れてったらしいんですよねそしたらまあ一応ハワードが、いや先生の分も君のその友達の分もお金渡してて先生に払わせないでくださいっていうふうに話されてたんですけど、先生はもう自分が払うからって言って払おうとして、いやいや先生、その友達は武道でも何もいいですよ、ただ友達ですから、僕払ってくださいって、お金ももらってますから払わせてくださいって言って、こうお金払った瞬間にプシュッってやって、そしたらこうその人はプシュッシュッシュッって、それこそさこの間のジョジョじゃないですけど、なんか壁にこう貼り付けられて、こうガーッて動けなくさせられて、こうもう本当に体に回帰でがんじがらめになって、で動けなくなってる中で先生が支払いをしたんで、その友達が慌てて、あのおじいさん一体何者なんだって言ってなんか知らないけど触った瞬間に壁に張り付いて動けなくなったんだみたいな、大慌てでハワードに連絡してって、ハワードが分かったかって言って、それが俺らが何十万円も払ってこの先生を呼ぶ理由なん、アメリカに招待する理由なんだよなって話してましたね。だから物使って愛機かけると、愛機が物を返して自分に返ってくるので、かなり強烈に絡んで外れなくなるんですよね。自分で自分にかけた愛機が道具を通じて自分に返ってくるので、本当に外せがなくなるんですよね。これは結構強烈なんですけど、それはね、まだ初手ですよ。初手で、しかも武道やってるわけでもない人間が、こう、触ちょっと来た瞬間に、もう怪我しない程度で、シュンってやって、壁にブラッて張り付いて動けなくさせちゃうなんてあたりは、いやもう達人系ですよね。なんか、そういうことできるっていうのがすごいなって思います。とっさっていう意味ではね、まあなんかそういう、
とっさに技ができるっていうのがすごいと思うんですけど、こんなとっさもありましたね。なんかやっぱアメリカ人なんですけど、アメリカ人ってこういうとこはいい意味でバカですよね。僕は好きですけどとりあえず全力で挑戦してやられたら心中するっていうのがすごくわかりやすい性格してると思うんですけど、なんかこれ別のハードのとこじゃないあれなんですけど、タックルの対処法を教えてほしいなんていう弟子がいた人がいて、でなんかさっきからこうやんですよこうやんですよなんて言ってやってて、やっぱ3回目ぐらいでやっぱりタイミング測ってタックル決めた人がいるらしいんですよね。バーンって取ってで倒した先生を倒しちゃったっていうのがあって、おおみんな大丈夫かよなんて、先生大丈夫かよってみんな見に行ったらですね、倒した方が相手かけられても意識失ってたっていうのを話も聞いてますね。で後でそのやられた方に聞いてみたら、いやなんか倒した瞬間、取ったと思った瞬間、なんか脇の下ぐらいに先生の手がピターってついたのを覚えてんだよね。そこでうって開いたらさ、急にビャーンってこの辺が反射してもう息ができなくなって呼吸困難で落ちちゃったっつってってそれがタックル倒してかけてから倒してる間にもう起きてて、もうそれで落ちてたっつっていう話をしてて、それをもうまたすっごいな、そんなこともできるんだっていうのがありますね。なんかとにかくね、とっさになんか臨機応変にいろんなことができるっていうのはやっぱりあの先生すごいなと思います。まあそもそもそんな不意打ちばっかり仕掛けてるアメリカ人もどうかと思うんですけど、まあ逆にどうしてもね、日本人だとやっぱ先生に対してそういうことをするのをはばかるっていうのもあるから、日本の道場でこういうエピソードを体験した人はあまりないと思うんですけど、やっぱりアメリカ人ってこの人は本物なのかっていうのを挑戦したくなるっていうところで挑戦していった結果、みんなそういうとんでもない目にあって、でもとんでもない目にあったおかげで愛機の可能性というか、こんなことまでできるんだみたいな、そういうのをなんか感じてるっていう意味では幅広く愛機の方について感じてるんじゃないかなと思います。僕はまあね、あくまで稽古中のあれでふっとっさに襲ったりとかっていうのは何回かはやってるし、当て身の時なんかもね結構本気で殴りに行ってますね。この先生は本物だから絶対避けるだろうとか対処するだろうみたいな気持ちで結構本気で当てに行ってます。弟子なん他の先輩たちなんかね、それで当たっちゃったらどうすんのなんて言ってる人もいたんですけど、いや本気で殴んなきゃ分かんないじゃんやっぱりなんて言って殴ってました。殴ってますね。もちろん一度も僕が本気で打つっていうことも先生は分かってるから、その辺はあうんの呼吸でやってましたけど、やっぱ抑え込む時も本気、殴る時も本気みたいな、できれば不意打ちみたいな感じでやっていくと、いろいろとあの先生の凄さが見えたんじゃないかなと思います。だから海外の人たちなんかそういうことをチャレンジでいろいろやってたみたいですからいろいろ面白い経験をしてるみたいですね。まあ本部の人も長い人はいろいろ楽しいことされてたと思うんですけど、僕は4年間だけだったし、本部ってね淡々とやってたからあんまりそういう遊び合わせなかったんで、最後の方ちょっとやられたぐらいですけど、4年間で本部にいた割には遊び技はいっぱい受けたかなとは思いますけどね、あとそうですね、アメリカでよく聞いた話が、アメリカだといわゆる終わった後に酒の席で先生招待するんですけど、みんな先生も気分良くなって酔っ払うんですよね。で峠だとやっぱり特に本部の弟子は ご家族とつながってますから、あんまり無茶させないようにみたいな感じだったんですけど、やっぱり海外に一人で行くとハメ外すんですよね先生も。それでハメ外してる時なんかにいろいろとやってた中では、喘息でガッて固めて動けなくなったところでこう上からビールを注ぐとかって、そういうあすこともやってたみたいな、なんかまあちょっと一歩間違いがどうみたいなところもあるんだけど、なんかそういうこともやってたみたいですね。ですからいろいろその可能性っていうのがやっぱり喘息っていうのは幅広いなと思いますね。まだちょっと使えるようになった程度でうぬぼれてなんか全然慣れないですね。ですから確かにできるようにはなってますけど、本当の意味でここまでできるっていうものをやっぱり知ってると、やっぱりこう本当に
日々精進しなきゃいけないなと思います。そういった意味では、まあ、岡本先生のそういった今話したようないろんな逸話を聞いてて、あ、まだまだ自分の立ち位置はまだまだ低いなっていう、この富士山の何合目っていうのを岡本先生がよく例えてましたけど、まあ8合目ぐらいまで行きたいななんて話をしててたしてますけど、まあ8合目、まあ10合目まで絶対に誰も行かないと考えると、先生が8合目だったらまだまだ1合目で、うん、なんか駅から歩いてとりあえず地図見て、とりあえず富士山には入ったかな、エリア的にはぐらいかなと。まだまだ1合目2合目3合目って、うん、先は長いですね。もうちょっとまずは5合目ぐらいを目指して、上も下も見える状態にはなってみたいなと思いますけども、まあちょっとくだらない、まあ雑談でしたけど、愛機ってこんなこともできるんですよって、海外の人間からするとやっぱみんな本気で襲ってるので、そういうの聞くと、あの慣れ合いじゃないのは分かってもらえるかなと思います。